こんにちは。手で芸をするコミーです。手芸の合間にポケモン GO。 はい、フィールドリサーチ、道具箱がいっぱいで受け取れませんでした。はい、でも今日もスタンプね、押しました。これですね。何のタスクかは忘れてしまいました。はい。あのね、砂がね、今、いっぱい、多めなので、なるべくポケモンは、ゲットしようと思っているんですよ。ポケモン自体はいらないんだけどね。だから、ボールが割と不足がちで、いつもこの一番強いやつになってしまうんですよね。まあ、無駄に使っている感じがありますけど、ボールをね。はい。で、久しぶりにこうトレーニングですね、やりました。メダルが、前にも、なんだ、ベテランさんの方は知っている感じですよね。そのトレーニング、名前が変わったとか言ってたけど、なんかメダルがもらえるんですよね。で、この最後に出てくる何分の何みたいなのは、多分その回数やるとメダルがもらえるみたいな感じなんですよね。まあだからメダルをもらって何かいいことがあるのかな。まあ、その、前もありましたっけね、なんかスペシャルリサーチの中に、そのなんとかのメダルをゲットするみたいな項目もね、もしかして、そういうところに出てくるんだとしたら、このトレーニングをすることでもらえるメダルをゲットしておく方がいいのかもしれないみたいなこともあるんですかね。ちょっとそこも調べてはいませんが、うん、時々トレーニングもしといた方がいいなーって、はい、今日思い出しました。久しぶりですね、思い出したの。なので一応やりましたが、全然勝っちゃってる。全然勝っちゃってる。うん。なんか、そんなの?みたいに思ってしまったけど、まあ、ね、やっぱりこれね、こう勝った、このジャンプするやつの方が可愛いなと思いまして、やっぱ負けちゃった時よりね、うん、砂でしたけど、はい。そして、久しぶりに出会いました。EV の色違い。びっくりしちゃった。おーみたいなね。で、何の木の実を使おうか迷って、金釣りとかやっちゃって。はい。ちょっとね、CP も高めでした。だから、ちょっと、逃したくなかったみたいなのがね、金釣りになりました。はい。でね、あと次はね、家にいたらヨーギラスが訪ねてきたんですよ。ちょっとそこもあわあわしちゃって、どうかどうかみたいな。別になんてことはないヨーギラスなだけなんだけど、まあね、大事にとっとこうかなみたいな感じで。そして最後はまた卵なんですけど、って感じ。って感じですよね。可愛いんだけど、って感じです。はい、ということで、お疲れ様でした。